に親しみのある家庭ではなかったので、あんまりこう楽器を弾くっていうのはなかったんですよね。中学生ぐらいの時になんか楽器を始めたいなと思って、ナイロン弦のガットギターを買ってもらって、まあ、ポロポロ弾いてたんですけど、ギャーンって言わないじゃないですか。で無理やりこうブリッジ寄りをこうゴリゴリって弾いて、ギャーンって心の中ではギャーンってなってたんですけど、まあ、エレキギターが欲しくなったんで、エレキギターを高校生になってから買いましたかね。自分は割と家に楽器のある家庭やったんですけれども、祖母が三味線とか大正琴とかお琴やってて、姉はエレクトーンの教室通ってて、まあ、自分も父親はフォーク世代やったんで、12弦のアコギとか、普通のガットギターとかはあったんですけど、全くそれに興味がなくて、自分でちょっと姉に教えてって言ったのは TM ネットワークのゲットワイルドのイントロぐらいやったんですよ。で全然そんな別に楽器を弾くっていうことに興味はなかったんですけど、高校3年生の時に友達が金欠やっていうことで、誰かこのベース買ってくれへんかなって一言言ったんですけど、ちょうど自分はその時にバイト代が入って、多分お金を持ってたんで買って、そしたら何だろう、後輩の子とかから、自分がそのベース持ってるからバンドやろうやみたいなんで、コピーバンドを始めて、ドラムと一緒にやるとかギターと一緒にやるっていうのの楽しさになんか初めて知って、なんかそこからこう入っていったみたいな感じです。新しい音楽とともに楽器っていうのは発展するもんだと思ってるんですけど、1950年代、70年代っていうのはエレキギターと一緒に発展した音楽っていうのが、まあ、あったっていうことだと思うんですよね。でそういう意味で言うと、同じ時代にいろんな、まあ、楽器メーカーさんとか、ビルダーさんがしのぎを削ってたっていう歴史が、まあ、あるわけです。そりゃ素晴らしい個体っていうのはたくさんあるでしょうし、人気のシリーズも埋もれてしまってこうビザールって呼ばれてるようなものもたくさんあると思うんですけど、当時の音楽との相性みたいなことで言うと、すごくそれがあるなというふうに、まあ、僕は思ってます。で短所っていうところで言うと、単純にやっぱりその実際に物理的に年代が、これは52年ですってなった場合に、これは想像しうる いろんな、故障とか劣化とか盗難の危険性とかなんかそういう部分ですよね、まあ、それはこうやっぱりどうしても出てきてしまうと思うんですけど、今はこう修理の技術とかもね、いろいろあるでしょうから、まあヴィンテージを長く使うみたいな気持ちで一応付き合ってる感じです。今と比べたらその曖昧さっていうのがものすごくあったんやろうなっていう気がして、だからこそ今岸田さんが言ってたような個性っていうのかなっていうのは、当時の年代のものにはやっぱ
その90年代とか以降の楽器の均一さに比べたらものすごくその差がある、そのなんつうのか、プレイヤーの付け入る隙を与えてくれる感じがするんですよね。この子ここの音めっちゃええのにここら辺あかんなとか、そういうのが、じゃあここを美味しく使ってあげるにはどうしたらいいんやろみたいな楽しさがあったりとか、自分が初めて持ったその60年代のベースっていうのはやっぱの一番好きな音が3弦の9フレットの音やったんですよ。ネック寄りで弾いた方が楽やのに絶対そこら辺弾いちゃうとか、なんかそれは楽器からの癖というか、それがいいのか悪いのか分かんないんですけど、そういうここの音が気持ちいいっていう、楽しさっていうのを与えてくれるのはそのヴィンテージ楽器なのかなっていう気はします。今言ってた個体で言うと、もうレギュラーのチューニングにして2日間のリハーサルを終えたらやっぱネックこうなってきちゃうから、半音下げでしかなんか使ってあげられないかなとか、不得意なとこは不得意でも、それがなんていうんですかね、あのラテン系の車とかも一緒なのかもしれないですけど、そこも含めて可愛いと思える、個性っていうんですかね、それがなんかメリットでもありデメリットでもあるのかなとは思います。からね、あのこれも好みやけどこれも好みみたいな、なんかジャズっぽいトーンが出るとか、すごいこうロックっぽいギター弾くときに弾きやすいとか、なんか聞いたことのないようなトーンが出るとかね、でも好みはいろいろなんですけど、まあその状況とか場合に応じた選び方っていうんですかね。まあ一番はこうネックをね、こうやってパッて持って弦を押さえた時のフィット具合っていうんですかね、体にこう馴染ませてみて、おっしゃって思ったものをまあ買ってることが多かったりとか、あと色ですかね、色結構重要ですよね。なんかどんだけ言おうとしても、なんか色いまいちってなったらちょっとこうどうしようかなってなって結局買わなかったりとかはあります。やっぱりね、その縁、ご縁だと思うんで、たまたま楽器屋さんに行ってピーンときた楽器をね、これちょっと弾かせてもらえますかって言って、大体選んだら当たるんですよ。なかなかそんなこと普段思わないんですよ。なんかそんな風に、まあ楽器もね、人と一緒でご縁だと思うんで、こんな感じで出会うことが多くて、ご縁があって選んだやつは色は好きみたいな。すごくよくできてる楽器好きだなと思いました。よくできてるっていうのは、現代的であるっていう意味じゃなくて、アメリカンヴィンテージっていうギターですって言って、例えばこのギターを買ったら大満足するであろうトーンですよね。状態とか個体によるんでしょうけど、同じ年代、これ、72年のものを多分そのリーシューされたってお聞きしたんですけど、実際の72年の個体よりもそれに期待する音が鳴ってんちゃうかっていうぐらい、しっかりそのイメージが鳴ってた、ような気がします。これを、まあ、選んだ理由っていうのは、弾いた時の単純な音量でかい方が好きになるんですよ。弾いた感がある方が好きなんで、単純に弾いてて、まあ、気持ちが良かった。宣伝誇張忖度抜きで、これすごく僕いいギターだなと夢中で弾いてしまいました。本当に素晴らしいギターだと思います。作ってくれた人ありがとうと思います。本当に素晴らしい。
自分もそのネックを持った瞬間にこういう音が出るのかなって思った音が出たらそれを選ぶっていう感じですかね。ギターにしてもベースにしても年代であったりとかでやっぱネックの特徴っていろいろあると思うんですけど、持った瞬間こんな音が出るやろっていうのが出たらコントロールしやすいっていうことにもなるんですけど、で特に自分ってコンサートの場であったりしてもラインだけの音で出すことが多いので、素直なアンプの音で生音となんかその大差ないっていうんですかね、そういう楽器が、あ、これって思ったらなんかチョイスする傾向にあると思います。今日この2本触らせてもらった感覚で言うと、ものすごいそのプレベならプレベ、ジャズベならジャズベの個性がちゃんと出てるっていうか、一発でレコーディングとかで何かで使っても、あ、これはこっちのベースだよねっていう分かる音がしてるっていうのがちゃんとすごいなと思って、いい楽器欲しいなって思った時に絶対弾いてみたりとかしたら、いろんなそのヴィンテージっていうもので言ってた個性みたいなもんっていうのは絶対なんか感じることができると思うんで、いい音って何やろって考えた瞬間とかの人とかに弾いてもらいたいなと思いました。正直どっち弾いてもいいなと思ったんですけど、ヴィンテージの楽器いっぱいあるとことかにいたら絶対1本ぐらいは置いてる楽器じゃないですか、このテレタイプのプレシジョンベースっていうのは。でもそこで絶対試奏させてもらってもかっこいいより不安が勝つんですよね。あーってかっこええねんけどこれ何で使うやろとかなんか妄想が出ちゃうんですけど、この楽器は初めてパッて鳴らした時にバイオリンベースの代わりになるなって一瞬で思って、それぐらいそのプレベならではのパンチっていうのが一発目からボッときたっていうか、このプレシジョンならではの正確な音でその音が出るって思ったっていうのはすごく選んだ一つの大きな理由かなと思います、はい。流行りの音をね、出そうと思ってても結局突き詰めてずっと続けてたらルーツにこう向かっていくっていうのは、エレキギター持ってるとね、なんかそういう風になっちゃう気もするんですよね。だからもちろんそのヴィンテージ楽器のお好きな方、むしろ若い方とかでもっと楽器やろうって思ってる方がいい楽器に出会って長く続ける、まあ、そういうことをこう一つ指標にして、若い方でこれからこう楽器を通して音楽の世界に入っていこうと思ったりとかね、まあ、そうしてる方が持つとなんか楽器にその時代にいざなわれるような感じも、あると思いますし、まあそのヴィンテージとはいうものの僕はすごくスタンダードなものだっていう印象があって、まあ、エレキギターのこう中心地みたいな、そういう感じの音、まあ、これだけじゃなくて他のね、モデルも聴かせていただいたんですけど、楽器にこれから夢中になっていく人が聴くとすごくええんちゃうかなと思います。